にちは。私はフニ。お姉ちゃんたちは竜の赤ちゃんを探しに。俺はトバ。俺の勘が。お。え？友達を。なんか勘違い？まずいフニ。きっと騙されたんだ。あのメガネやっぱ嘘つきだった。じゃあ竜の赤ちゃんたちは。一旦落ち着いてくれ。竜。最近でも。お父さん。パパは。すぐに見つくっそー。あ、そうカッカすんなって。痕跡をいくつか見つけたから。本当に？へ崖は結構険しいから気をつけ。竜の赤ちゃんたちは崖の上にいるんだよな。上に行く方法を考え。困ったもお前たけ。この前はなんだよ。キーニチに閉じ込む。ふん。そう。我が輩はアビスのそこの小さな爬虫類を見た。そんな過当な。なんと弱っ。崖から空飛ぶ城。誰が空飛ぶ。ん。怪しげなよ。ふん。あがめるのがもなんなんだよあいつ。あの口の悪さ。でもまさかこの近くにもアビスの脅威が。まあ今は置いとくか。まずはフニに報告しに行こうぜ。え、こんなに赤ちゃんがぶこれくらいき。ずいぶん高い山を登ったからきっと大変だったでしょう。お姉ちゃんたちの格好を見た感じここの人じゃないよね。ああ、あれ、うん、怪しいよそ者ってことか。あ、まさかアハウが言ってたのって。あのおじちゃんに興味があるの？もちろん。いおじちゃん、もうもう一つ教えてくれ。今度はあの炎の話をしよう。巨大な透明開演のことだな。コメのマリポはその伝説から生まれた。おお、コメの木。うん、すべて開演は普通の炎と違って。振り返ってはいい。振り返ったらすぐ燃えて。おお、服や荷物だけならでしょ。だがそういう。お、分かってん。うん、ユパンキ様は。そんなユパンキ様はこうしてご先祖様は人々。そこにあったのは焼け焦げた町と力。次の瞬間振り返って一目見ただけなのに。それは果たして炎を盗んだ大事さあな。けどユパンキ様の炎はで、炎はシュッと真っ暗。大人たちが言うにはその炎は往生の道を照らす。まるで一生を振り返って死。ほほう、なんと詩的な物語だ。知らないよ。その古名を継承し。もちろん。例えば。うん、今この古名を継いでるのはキーニ。そろそろいいだろう、メガネのおっちゃん。ああ、でも開演の伝説では振り返。そうだ、そのキーニジとかいう人のことを。ん、どうしたトバ。今にも人を責めそうな目をして。おじちゃん、嘘をついたら死んだ後開演に焼かれちゃうんだから。それはこの国。え、待った。いいか子供たちよ、ただで物語を聞くつもりはない。思いっきりこぎ使ってやってくれ。本当か。うん、友達。ああ、信じられないなら振り返って。え、どこどこって。あ、めちゃくちゃ怪しいやつだだろ。で
でもあのおじちゃん、うん、あれ二人も別に親しい、いいな、うんうん、うわそれってクフルアハウってやつだろ、でしょ、やばい、フニ外に出て、そうだね、あそれじゃあお姉ちゃんたちまたな、フニなぜ一人で外に出たん、トバもいたし、優しい人、100個、口のヘラ、晩ご飯抜き、やあフニまた会えたな、バイマお姉ちゃんに、旅人のお姉ちゃん、ババこの人たちが助けてくれたんだよ、おあんたたちが例の優しい人か、きっと苦労しただろう、何か欲しいものがあれば遠慮なく、それにあんたたちは賢そうだ、そう無理な要求もしないだろう、そうそう、オイラたちは恩を着せようと思ったわ、ああパーパーこのキイニチ、聖火競技場に謎の違法の旅人が二人現、そしてオイラのことだ、おお失礼なことを言って申し訳なかった、さそうでないとな、オイラたちも心が狭いわけじゃないし、二人はまだ来たばかりだろう。おじさん態度をコロコロ変えすぎじゃないか、あはん、あー凄腕の旅人よ、そふに先に中に入っていてくれ、わかった、オイラたちに頼みたいことがあるんだな、古来よりかがり木の民にはブルキナはコメマリポを持つ英雄で、そして最終的に勝利を、ユムカ流の寿命はせいぜい100年て、ああ山の王は私たちにとって山の王の隊だから、開演の夜には毎年祭祀の他にも重要な任務がある、知っての通りナタでは前回の、え、ああ私の仲間だったナンナは今回その話のとにかく今は開演の、もちろん、そうだ、追加の儀式なら影であれこ、それとその、おとにかく一つ空き、あか裏山に案内、おお、我らが偉大なるクフルアハウ、へアビスの虫けらが、アビス教団の使者である俺にとって、このネクラ、おお、いつあの世に行くん、キーニチ殿、お前が伝説の狩人であるかがり木の民にはふんって、エクストリームスポーツだ、数日前山の、そんな自由で勇敢な、うっせえイノシシ野郎だな、終わらない恐怖の、だがキイニチ殿は俺、人と人との間で一番大切なの、お前が本当に興味を持ってるものは何、さあまたアビスの汚染か、山の王の暴走もあれと、あの松明が見えるか、あれはってことはその成果が…ヤガミの国…いや、あれをまず有価…それから下…優秀な有価者は…ずっと空を飛んで落ちないようにするのか…オイラが飛んだと…安心して、有価者は…じゃあ、もし引き返し…オイラたちも…いや、今日は準備はいいか、もう一度…よし、この種火を使って練習をサクッと終わらせ、あっちにアビスの汚染があるぞ、聖火で片付けよう、
やはり私の目に狂いはなかった。あ、もし優香の神なうん何人かが有価者をさ一つかあそこが見えるか。ブルッダがある事件によって山の王の問題を無事解決。さっきの質問なるほど。後でうちに分かった。ああよろしく頼む。いろんな祭事に参加してきたけど旅人、パイモン。キイニチ？こんなところで担当直おい。そう同様永久的ああ八神の国に帰つまりなんだ。おそらくトリニダードそんなその栄誉の裏にはああ山の王は何なのような剣はああ何なのようなでもそれで山アビスに汚染された山のアビスの力は過去の儀式では確かに具体的にならすぐわかるだろう。もし本当に山の王を殺そうとしてるな少しばかり刺激が強かった取引がしたい。取引ああ悪くああ違法のつまあ、ならよかった儀式はまキイニチもやりたくないみたいだしな。ああ昨日は同化の儀式に簡単さ。そして本当もちろんその点あんたなら旅人こちらの要求を聞いても他に注意それまでああみんなの悩みここ数日は来たか。キイニチトリニダードはああ分かってる。旅人パイモン怖いな。話は昨日トリニダードから聞いたただ一つをかがり木の民それらは山の王を何なのことは気の毒。どうか二人にはあるかもしれないがまだ考えがまとまってそうだキイニチ旅人キイニチトリニダードに頼まれた時お前がどうして受けなかったのか分かったぞ。厄介な頼みだ。厄介なのは本当だ。それに試してると本当かパイモン。あ、そうだった。確かにあいしつけるあれあ、俺はリューカリ。後で資料を調べるとそれが獣域を見つけいやいや当然だが族長はどうし確かにあ、これも理解できそれがいいこと本当にあの犬たち場所の見当はもうついてるならないけど山の王を今の姿にしたのもし不幸なこと今回山のそうだな俺のために時間を稼いでくれれば有価者をやってもし手を貸して報酬その働きに見合う報酬だ。これまで同様部族のにそうすれば結婚は儀式の当日めちゃくちゃもし族長その時部族に必要なのはあいつらの同意したってことそうだなああうまくいくこフニやだってあれはただそうだけど病人を悪者扱いするなんてどうかしてるぞ。トバフニが山の王の悪口を言ったふん数百年前ふん昨日までともおいおい旅人がこえ本当かパパが言ってたこの前そういえば確かにオイラたちが呼んでそ私だって本当はそうだぞ。分かったパパはそのさっきはいいよしよしうん私トバお姉ちゃんたちああ俺
ここで何してる？おお、踊れないのか？そういえば見たことない顔だな。え、なんでだ？だってもうすぐ開演の夜だろ。これは別に楽しいお祭り。じゃあ今回の有価者が部外者だって。あ、それなら聞いたよ。でもこんな、なんだって？まさか君がそうなのか？今回開演の夜には参加しないから新しい有価者に会えないと思ってたんだけど、まさかこんな形で会えるとは。どうだ？すごい。いやほら、重要なのはあと数日。なんだか。いやいや、そんなことないさ。龍の異物聞いたことないか？そういえば。お、な、じゃこれは知ってるか？なんか、ま、実、そういえば。そういうの。あ、もちろん最近は。お、でも、た、写真を撮る。うん。おお、そりゃもちろん。あそこが魔物に占拠された廃墟だ。ティアゴ、ちょっと離れててくれ。あ、ふん、安らかに。はっ、合わせせっ、はっ、私が定義する。やっと片付いたな。見ろ、壁画ってこれのことじゃないか？うん、でも一応聞いた内容とは一致するぞ。まあよくわかんないし。泥棒か。心血を注いでき。ティアゴ、お前が撮りたかった写真。どれどれ。ポンセ兄さん、紹介するよ。この、あの、もしかして。あれ、知り合いだったの？いや、おっと。トバは私の甥っ子なんだ。トバのおじさん。おいらたち、ここでもな。その通りさ、ポンセ兄さん。そうだな。俺から説明し、ここ数年間マリポについての。そう。しかし今朝、その全てが水の泡になってしまった。どうやらその本とともにポンセ兄さんの魂も吸い取られたみたい。二人の尊き客人よ、トバとティアゴを助けたように。ほら、助けて。ああ、いた。この野郎、本を返せ。なんだ、あの貧乏人のおっさんじゃねえか。なんだ、スケットを連れてきたのか。ヤガミの泥巻きや。うわ、逃げるつもりだぞ。大丈夫か？早く追いかけよ。勇者、英雄、国王、神様、おめえらが探してるもんは手元にない。え、捨てた。捨てた。あの貧乏人のおっさんのカバンには。そんで、本当か？嘘じゃないよな。さっきのところだ。エンジン様に誓って嘘はついちゃいねえ。よく言うぜ。でもまあ確かに嘘じゃないみたいだし。そうだな。ウィッツトランでは
開演は英雄、この点はまるでユパン機の、どれ著者は、たく黙りやがれこの本のゲスムシ、これほど研究興味だと、この本何言って偉大なる、はあ、滅びる、すべての文明は時の流れの中で廃墟と化していく、古のだが、それらの廃墟で舞い上がった塵はやがて時間の頭上で渦巻き、偉大なる、さあ、ごめんポンセおじさん、結局本は見つからなかったぞ、これまでの心血が、まあポンセ兄さん、そう落ち込む、なんとか開演の夜の前までに確信はないが、少なく、本当か、ああでもポンス、その通りだが、確かに子供けどさ、嘘じゃないぞ、証拠って、山の王が今英雄ブルキナ、信じないというの、旅人、ちょっと状況が違うけど、なんか拾っちゃう、マリポとは代償との引き換えを行う不思議な初代エンジンさ、落ち着けてポンセ、ああすまん、自分の妄想が正しいことを証明する、あれ、ああキイニチ、ポンセ、さ、ここで話そう、なあポンセおじさんが、具体的な方法、なんか今はノーコメ、ブルキナが死んだ原因はアビスじゃない、彼は意識の乱れた山の王によって殺されたんだ、だが死ぬ直前であっても彼は一切抵抗せず、山の王のような兄弟、もしその義、キニチ、これはお前らが取りに、山の王の意、そうな、いや当初の現実的に考え、山の王は部族が誇る英雄で、だが、はあ、現実的に考えるの実験に、来たか、おうな、ふん、よくに、キーニ、偉大なる聖竜、ククル、パイモンみたいな、おいら、ああキーニチってめえ、お前が死んだら、そのの旅人、パイモン、そろそろほ、これは、あ、餌に釣られた獣域ハウンドが、じきにわかる、やつらは列車を追わせるのが得意だ、気をつけろ、逃げ道はありません、獲物だ、やっとその取引が物語、あれ旅人、これがお前への、ところでお前らは知り合いなのか、たったそれだけか、冷たいな、久方ぶりの再会を喜び、いや久しぶりと挨拶を交わすものだと思っていたんだが、
何言ってんだよ。なるほど。山下？名前とは表…そうそう、のこのことオイラたちの前に現れたのも殴られないと体が凝り固まっちゃうからだろ。お前のことは気に入っている。あ、そうだった。言ったはず。俺のような、俺が調べた限りこいつはそれで取引をし、だが取引は終わった。そうする。しかし、こ、何、そんなことまでカウントされるのか。アハウ、我が輩の世界に裏切り。心配するな。結局つら炎上ここす。仕方がない。ゴミ教育旅人はどう思う。戦いでも俺の逃げる。ああ、また逃げられたぞ。構わないさ。今そういう、あいつの言葉を、木から落ちたリンゴだって。そして、なるほど、当たり前だ。たく、どうせこいつには何もできない。ま、あのさ、アハウが励ましとはなんだ。まあ帰ってゆっくり休んでくれ。おお、なんかならもう一度。ああ、ここ数日噂を聞き、オイラたちも準備はで、よし。ここだ。おお、来たか。ここ数日気にすんな。山の王の、確かに問題、族長の、それに今急に決まった。そうだとし、旅人キニチ、やっと。族長、構わないが、なるべ、あっちへ行こう。確か鳥にだ、空飛ぶアリン、聖火に、そのち、あそこに聖火の橋、次に山の王が眠る洞窟に。聞いた感じ、まあ振り返らずに流れの要点を図にまとめた。参考に。俺もお前らに召喚の方は。おお、流れをしっかり頭に立っ、こっちはいつだが、フニたち準備ができたら。準備できたかな。では頼ん、王日の灯火、かがり木の民よ。種火を取るんだ。いい出だしだ。動きに無駄がない。よし、見事だ。頑張れ。もう半分まで来た。よくやった。あと一つだ。この先に最後の聖火の柱がある。気を引き締めていこう。さすがだ。聖火の柱は全て灯った。峡谷を下れば山の王が眠る洞窟に着く。もうすぐだ。こ
この先が山の王が眠る場所だ。アビスの気配が濃くなってきたな。まずこの辺りの汚れを浄化しよう。あれが最後の聖火の祭壇だ。まず周りの松明を灯してくれ。500年前の古代ユムカリウの王コンガマト、本当にでっかいな。ついにここまで来たか。なんて見事な手際だ。次が儀式の最後であり最も重要な部分だ。いや、今回は不要だ。なんだと？アビスの力が濃くなってきたぞ。キイニチ、何をするつもりだ？あれは獣域の裂け目。族長トリニダード、ここから先は危険かもしれない。一体何をする気だ？解決するのさ。山、まさか獣域ハウンドに山の王を殺。やめろ、そんなの不可能だ。バカなバッタ人間だな。見てわかんねえのか、山の王獣域にねじ込む。なん悪いな族長トリニダード。だが方法はこれしか。山の王の無事を保証できる？保証はできないが自信はある。旅人、どういうことだ？約束通り山の王が持つアビスのエネルギーを浄化してもらう。この老いぼれ何しやがる。まずい、召喚装置が壊れちゃったぞ。あんたたちのせいだ。トリニダード、まずい、山の王が目覚めたらさらに死傷者が出る。ここは引くぞ、急げ。
んたたちの目を覚まさせるにはもっ山の王よ、私がこの身を捧げよう。外にはまだ人がいる。ここで山の王を止めないとな。力を貸してくれ。山の王が吐き出す身をよく見ておく。それを使って俺が倒す。三尺の修正見切りました。今日疲れたか。しくったわ。退路はない。の灯火は燃え盛り、宝魂の烈焰に至れり、すべては振り返らぬ命のため。ウルキナか、この罪を償おう。焦るな。我々のすべての所業を必ず炎が審問するだろう。もし俺が遅れを取っても決して振り向くなよ。今と同じように前へ進むんだ。恥辱を胸に前へ進め。それこそが払うべき代償だ。開炎の継承者よ、この残された体を使いより多くの勇士を育ててくれ。この我慢塔の意志はこれからも突き進もう。アビスを踏み潰すその日まで。おお旅人、トリニダードの。それにしても目の前が霧に覆われていても、ああ実は昨日の件まるで血が変わる。私たちもこんなことは。確かにその通りかもしれ。アビスの力。ああ、おお、そりゃよかったぜ。言いたいことは、君とキーニチが召喚し山の王を助けたのは。おお、つまり私は。けど、なるほど。よっキーニチ。旅人にパイ。キーニチもな。悪い、心配をかけたようだな。で、お前の草原聖火に宿る。キーニチ、お前まさか覚悟。ブルキナと同じ犠牲になる覚悟か。どうしてそう思っ。だってそのポンセおじさんの話だと。お前らもそのさあな。キーニチにもわからないのだが、もし
山の王が？真の代償とは、苦しみを背負って前へ進むことは命を差し出すことよりも辛い。だがブルキナと全てのかがり木の民のために。そうなのか。体の方は心配不要だ。攻撃性はだいぶ和らいでいる。が、やつと意思疎通を図ってみたが。へっ、この偉大なる聖竜、肉体と戦闘本能は。でも昨日は正気を取り戻してたよな。あれは今はの際のみみっちい執念。おい、そんな言い方ないだろ。今は先のこととかを考え少なくとも。そうそう、炎上を引き渡してくれたろ。だがあいつは全く役に立たなかった。まあ、あいつが役立たずなのは友達なら約束しよう。お前のためなら。うん、みんな喜んでるけど。フニ、おじさんの怪我はきっと。トバは友達だから。なんだと。待て待て、そんな嘘つきを見るような目をしないでくれ。ま、そんなことはいいとして。何？エクストはあ、おじちゃんがここに。確かに危険なスポーツ。山下おじちゃんは。ああ、もちろん。その敵のところでどうして俺ばかりがこう傷。だがおじちゃんはそれに耐え。前を向きなさいって言って。ウニちゃんは賢い子だが、物語には続きが。振り返ってごらん。また騙そうとしてるんでしょう。
Thank you.
地はありません。難攻不落。絹のような弱さね。そうそう、開始。フェルス回って、フェルス回って、カンパ到来。フェルス回って、フェルス岩山八九。裁きの雷。逃げ道はありません。剣女盤石、天理チョーク。ファッション、私が定義する。